혼자 계산입니다. 剣道の基本についてお話しいたします。まず武器ですけれども、相手に対して最初から戦うという姿勢ではなくて、最初は右手に置くのが礼儀です。で、稽古が始まりますと、それを左手に、置くと。稽古が始まりますと、すぐに抜ける状態、使える状態でも失礼ではないということになります。さあ、次にこの剣術武道には必ず敵がおりますので、敵と私との関係になります。まず自分の位置というものをはっきりと確認をするということが大事でございまして、まず私の位置が、例えばこの畳の中でこの一点を中心にいたします。そこに座ります。そうした感じで、この一点と相手との関係で距離感覚というものが出てまいります。で、立ち居振る舞いですが、この座った時から立つというところ、隙がなく立つということが大事です。立つにしても、こういうふうに立ちますと、そこをスパッと切られてしまいますから、隙なくということが大事。そして立ちまして、また先ほどの一点に自分の位置を確認をいたします。そういたしますと、全てのことに距離感が出てきますし、また自分の体の中心、おへそよりもちょっと下の一点を自分の重心と考えることによって、上下の感覚も出てまいります。そこに心を置く、心を沈めるというふうに申しますけれども、心を置いてしますと、少し膝を柔らかくいたします。そして構えですけれども、これはまず相手の私に対して攻撃しようという意思に対して、それを制するという意味がございまして、左手がおへそよりも一拳離れたところです。そして右手が自然にこう柔らかく小指の方から少し縛っていく。そして気持ちが、この切っ先、大体はこの物打ちというところに気が
気持ちが出るようにいたします。そしてこれを伸ばしたところが相手のこの眉間に来るということです。そういたしますと相手の方に私の気が通ずるという流れです。目で相手の目をだいたい額に入れたような格好で見ます。で、剣でこの伸ばしたところの相手の眉間に行きます。それがまあ正眼という姿でございます。そして今度はこの刀を相手の方にいつもタイミングよく運ぶというところが剣術というふうになりますが、運び方は右足が少し前へ出ます。普通の剣道、市内剣道ですと少し足の運び方、形がちょっと違います。これは何しろ前へスピードよく動くというところがありますが、昔の剣術は少し腰を据えなくてはいけませんので、八の字型に足を組みます。そしてこれが正眼ということですが、この構えは自分の身を守るというところから一番特徴です。これから相手に近づいて打つ、ね、はまた横に打つ、こう出てもらいます。また左に打つというふうに走っていきます。これに対して上段に構えるとか、また下段にこう構えるとか、こういういろいろな構えが出てまいります。これが一刀流系の剣術です。鹿島神流はまず無構えと言いまして、自分をまず守るという気持ちを捨てるというところに一つ特徴がございまして、この正眼というものを外し、まず外してしまいます。そして体全部をあるって敵にさらしてしまう、全部好きにしてしまうというところに特徴があります。こういたしますと敵にとっては私が全部好きということですから、逆に敵はどこを打っていいかが分からなくなるというまた特徴もございます。さあ、鹿島神流はこれが無構えということになりまして、これから剣が走ってまいります。その一番の特徴は螺旋形を使っていく螺旋の動きでございます。さあ、これで一歩前に踏み込みますが、ここが袈裟斬りというふうになります。もう一つはやはりこう回って、こちらから右回りで回る螺旋形、左回りで回る螺旋形、この2つを一応最も基本になる動きとして組み立てられていくのが鹿島神流です。
Thank you.
Thank you.
るとこ行くんだから、だから我々はほんとこのもう武道の真髄、いわゆる真武の本当の武道ですね、真髄をもって、和光とたちの青春を鍛錬して万難不屈の大丈夫を培った。赤い子供なんていねえよ、あれ、あの子供らは確かにあれ愛国心っていうものはおのずから養われていったもんですね、強い青春。
戦いが普段ありませんから、そうしますと武の精神を忘れてしまいます。ですから道場というものができてきて、日常的に訓練をするようになります。その訓練の中核はやはり真剣を持って戦う。ですから一つでも間違えば自分の命に関わるという緊張感が一番根底です。その中で命が関わりますから、精神というものができてきて、精神というものに揺るぎがないということがまず第一でして、その精神を収容しながら技を練る。それをやはり一つの緊張感を持たなくてはなりませんから、真剣で行うということによって緊張感を維持しているということになります。しかしだんだん時代が流れていくにつれて、平和な時代というものも出てくるわけですが、その中で使う、真剣でやるとやはり怪我をするという面もありますから、から、木刀なり袋地なり、特に、木刀の場合も一つの緊張感というものがございまして、これも間違えばやはり頭を打つ、骨を砕くということで命に関わりますから、真剣と木刀の場合は同じような一つの緊張感がございますが、やはり鉄でできた真剣と木でできた木刀という意味から言うと、一つ緊張感がまた違います。その中でまた怪我が多くなるという面もあるし、技をもう少し早くいろいろなもので試してみたいということで、竹刀、袋竹刀というものができますが、最初は袋竹刀で、今は剣道で使っているような竹刀をもう少し太くして、それに皮をかぶせて、よりあれで実践に近いという格好で稽古をするようになるのが袋竹刀です。ただ今剣道なんかで使っているのは、それを皮を外して竹刀ということになって、より軽くなってまいります。そうなりますと、当てた時、切った時というものの手の内、手の内というのは手の中の手の握り具合というもの、締まり具合、握り具合というものが違ってまいります。実際に言いますと、実践でやって切り合いをやりますと、かなり硬くなってしまって、これが外れなくなってしまうという話はよく聞きます。それに対して木刀ができて、袋地内ができて稽古をいたしますと、だんだん軽く持つようになってまいります。と竹刀ですと、やはり手の内というものが非常に柔らかくなります。ですからその竹刀を持った時の手の内と、それから木刀、それから真剣を持った時の手の内というものはかなり違ったものになります。しかも今度はカーボンって、今カーボンができてまいりますけれども、カーボンですとまた手の内が違います。でもっと軽い竹刀ですと弾んでしまいます。そうしますと必ず切るとか立つとかというような一つの感覚と手の内が離れていってしまうわけですが、より競技化していってしまうというものがございまして、昔からある意味で真剣、木刀というものを中心にやって、ほとんど竹刀とか防具というものを取り入れないという流派もまだありますし、今でもそれが残っておりますが、それと同時にそちらはだんだん離れていって、竹刀競技化していく、軽い竹刀を使って、でしかも防具を使ってというようなスポーツ化、競技化をしていくというものがあります。ただこの方が面白いものですから、面白いし一般的ですから、かなりそれが普及していって勢いを増していく。ですから別に真剣と木刀が実践に遠いわけじゃないわけです。よりそれは実践に近いんですけれども、流行という意味から言えば竹刀競技化していって、スポーツ化していくっていうのが流行して、人が増えていく、そちらの方が勢いがついて人気が多くなっているということがございます。これもまた時代の流れに応じて元へ戻ろうという流れも絶えてございますし、またより
経度化して今チャンバラ化してっていって普及していくという面もありまして、それがまあ少しずつ波を打っていきながら少しずつ少しずつまあ継続していくというものだろうと、そういうふうに思います。鹿島の一の太刀という考え方です。それは敵に対して自分が一つになるという意味でもありますし、敵の隙に対してその一瞬にとこう一つになる、精神と体と技が一つになるというところで一の太刀というふうに言われているんだと思います。それが一番最初の頃は最も単純でして、単純で自分の体をあるので守る剣で、それで刺激って刺す、切るよりも刺すっていう方が早い。刺すのは一挙動です。一の刺す、刺してという風に技が出てくるんだと思います。そこからこのある一点ある時っていうものに対して一挙動で打つという問題が出てきますから、鹿島の場合はこれを上に構う、まあそれから上に構える、それから下に構える、これが無名前ですが、これでも、はい、1ですね。それから上に構える、これが1、それから下を発想、これも一挙動に大体になっていく、噛み合わせ、こういうふうに一挙動になる。これが一の太刀と言われるものじゃないかと思う。そして二つ目ですが、こう螺旋形を使います。螺旋っていうのは、まあ、螺旋に回る、これは左の、ね、ここが中心にして左に回る、それからここが中心にしてここが右回りにして、この右回り左回り右回りの組み合わせになります。右に回ってこう、ね、左に回って、まあ、こういうふうに回っていく、こう回っていく、右回りにしながら左展開にして、左回りにしながら右展開に変わっていく、こういうふうに変化が。突きであっても、突きはこういうふうに左回りで突いて一点になるという考え方でもあるし、右回りに回って右に回ってて一点に見えるという考え方、そういう考え方、攻防一体という考え方があります。攻防っていうのは攻撃する、それから防御するというものが一緒だ、ただ攻撃するだけ、それからただ防御するだけではなくて、攻撃しながら防御するという剣です。これが攻防一体、一緒の剣である、こういうまあ剣を学んだ。もう一つは気発一体という考え方、これが裏立ちで示しますが、人間というのは心に何か思いが起こると、それが手に出ていく、体に出ていくまでには時間がかかりますし、ある一プロセスをやります。なんか切ろうとしますと、必ず引いて強く切ろうとしてこう出てくる、これは敵から見るとその動きがすぐに分かってしまう。ですから心の動きと行動を一つにするという意味で、それがバラバラになりますと切ろうという心が起こります、とこうなります。これは良くない。ですから怒りと心の怒り
体の動きを一致させるという考え方があります。ですからここも一致、これではいけません。こういうふうに一致させる。もう一つは陰と陽が一体である、表に見えるものと裏というの、表と裏が一体であるという考え方を示すんですが、これがなかなか、難しいところです。一つは破れがちというのがあります。自分が相手の技に乗ってしまって体が崩れてしまった、その時にどう立ち直るかという技ですが、崩れてしまった時にこう立ち直らせるんですが、これが具体的に言うと右手の力でかなり崩れてしまったら左手の力で起こす。で、表と裏を一体にさせる、一つにさせるという、これはある意味で円満に言っている夫婦関係と同じで、外に行く旦那さんが外に、うちを奥さんが高めて、両者の一体となった力を発揮させる、そういう意味があります。動静一体、動くということと静、静かとどまっているということが一つであるという考え方です。動いてても精神状態は静まってなければいけない。それから静かであっても次の動作、はい、静かであってもその静の中には動が入ってて、動きに対して、はい、と対応ができる。動と静が一緒になってないといけない。今のあれですね、コマっていうのは分かりますか？コマが回る、コマは激しく回ってれば静止したように見える、そこを動静一体というふうに言います。から地球も回ってるんだけれども、私たちにとっては静まってるけれども、太陽系からいや回って自転して太陽を回ってる、そういう理っていうか、そういう自然の理というものが、動静一体とか陰陽一体とか光合一体とか気発一体、そういう原理が大事だということを鹿島の技で学んでいくということですね。体得していく、その一番の根幹になるのは、まず人間の体から言うと心と体を一致させていくという面があります。それから技を一致させていく、それの一番の根本になるのが呼吸ですね。息を通して、そして心と体を一致させていく、それから技を一致させ、でそして呼吸ですから、呼吸は宇宙全体も呼吸してますし、地球も呼吸しています。そしてこういう地域でも森があって呼吸してますから、その呼吸と一体になることによって自然の理を悟っていくということですね。そしてそれが呼吸法ということになります。それを通して呼吸法をやることによって自分の心を静めていく、から気持ちを沈めていく、ここに宗教的なエクササイズがございまして、呼吸法を通して心を沈める、鎮魂、魂を沈める、それから気を沈めるという、ここが最も大切なところです。そうすることによって状況をよく把握して、自分の変化というものに対して対応をしていくという、そういう対応をする知恵がある、知恵と技が生まれてくるということです。敵を前にして自分の心を沈める、気を沈める、そして初めて自分が今までトレーニングした技が生きてくるし、体も動いてくるという考え方。何が大切かとこうなりますと、最後は鎮魂だし、気を沈めるということが大切です。武道の稽古というのは、初めにそういうふうに心を沈める、気を沈める、正座して心を沈める、気を沈める、そして技を練っていきます。そしておいてまた最後に
心を静めて終わるということになります。